3月中旬のお天気が良い週末、ニューヨークはロングアイランドの北側にある三軒メドウステイツパークに来てみました。ここはニューヨーク州立公園の一つで、広々としたピクニックエリアが広がっています。今日はお天気が良いので人が出てきている方ですが、夏にはたくさんの人でにぎわいそうな場所ですね。はい、よしです。ここにはちょっとしたトレイルがあるようなので、これから行ってみます。1時間ぐらいのトレイルなので、これくらいの軽装備で出発。ニューヨークというとマンハッタンの大都会のイメージがあると思いますが、ニューヨーク州は大きく、ほとんどが自然の多い地域になります。ニューヨークの自然をお楽しみください。 It's a nice picnic area. アメリカは5月最後の月曜日がメモリアルデーといって、この日からカレンダー上夏ということになります。なのでこの日の前まではシーズンオフということで、夏の間有料のビーチや公園なども無料で入れるところが多いです。 Is this all free? Just get in?Or after summer, sometimes you have to pay. After the what? After probably Memorial Day. Yeah, Memorial Day. 3月現在、この州立公園は無料で入場できました。ここはクロスカントリーのコースになっていて、うちの相方さんが高校の時に大会でここで走った思い出があるそうです。フェンスが壊れていたので、行っていいのか分かりませんが、フェンスの外へ。私が住んでいるロングアイランドは、文字通り長い島で、ニューヨーク州の南にあります。大きな山がなく、海が見えるトレイルが多い感じがします。ハイキングの醍醐味、ちょっと高いところから見る景色って最高。 Oh, it's nice. お天気が良いので思っている人がいっぱい。途中でラジコンカーで遊んでいる人たちを発見。本物のオフロードカーみたいですっごいかっこいい。
テントを立てて釣りを楽しんでいる人を見かけました。ポーギーというタイを狙っているようです。帰りにかっこいいクラシックカーが通り過ぎていきました。最後までご視聴ありがとうございました。アメリカでのワイナリーやキャンプの動画をアップしていきたいと思っていますので、チャンネル登録してお見逃しないように。では。